ご飯とお味噌汁ともにおかわりすることが。
ってやろうかって。いいから自分からどんなの水槽ちゃんと透明性んなんだこれどうプリンでしょ。あ、つかヨーグルトよかったね。ねえ晴れてこれか雨で中谷とやってるかどっちだ。あらこれは鹿せんべいじゃないよ。お辞儀してるやん。お弁当だ。お弁当だ。This is the what is it? No, no, in this. I'm in the bag. ありがとうございます。
お茶のコマーシャル、ブロニケンシンっていう映画でね、佐藤健さんとか青井優さんとか、はいはい、あれがコロナの前にね、来てたんですよ、はいはいはい、見ました。あ、そうですか。しました、はい、この家で撮ってました。そうなんですか。はい、すごいやばい鳥肌。はい、素足だけでいいから。お邪魔します。そうですね。お酒屋してましたのでね、作りだからですね。で、茶道も盛んでね、今井宗久というね、茶人のここ出身の町なんですね。はい。それでこういうお茶の道具がこれ残ってるんですね。お茶する時のこれ明かりです。茶道とかされますか。茶道、ちょっとさっき話してて、茶道というか家でなんかおばあちゃんとやってたみたいな感じで、こんな明かりとかを始めてました。夜のお茶するときに、神武天皇陵にね、そこへみんな皇室はお参りに来られるんですね。はい。天皇陵の写真そこにありますでしょ。はい。ね、あのそこに一枚塔がある。あれパタンと下ろすと天井になる。もうここに仏壇がボーンと置いてますね。年代が後なんてこういう風になっていたわけですね。はい、それで広宮さん、天皇陛下がここに座られて、お父さんのね、侍従の人がここに座っている。私、こう着物着てね、お茶を出しているんですけどね。共通点を多く書いてますね。2階の部屋もこんなに窓が広くなってきますね。はい、もう家屋の部屋になりますのでね。だから夏障子を外すと涼しい風がこっちで住んでます。これも昔の蔵だったんですけどね。あ、これは夏は遠いです。はい、現代風のできませんのでね。そうですよね、はい。商品作りじゃないけど全然あれはある。何、すごい亀顔出してる、かわいい。
よいしょ、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 通訳のなんかすごい。こちらの方がでも上がりやすい。